メインシステム戦闘モード起動。レイブ、私の更新であれば ECM の干渉は受けません。ロックオン距離にも影響が出ているようです。周囲に警戒を。これが調査ドローン。不明な新種を確認。工場化プロセスに。ECM ゾーン制御装置を開け、アクセスしてみてください。制御装置の動作停止を確認。引き続き捜索しましょう。2つ目の制御装置を発見。動作停止を確認。次を探しましょう。通信も可能に。六人、聞こえるか。聞こえるか。封鎖機構がそちらに向かっている。立ち合わせると面倒だ。早急に。一足遅くなっています。
撃破したようだな。 ECM フォグの停止も確認できている。これで友人の調査も進むだろう。